ジョージです。古田です。ミュージックバスキュラーです。今回の動画、ハーモニクス、イエーイっていうわけで。これテイク2です。テイク2です。一本無駄にしました。もうね、一本目のテンション無理だよ。画角がね。そう、さっきハーモニクス解説してたんですけど、全部見切れてて僕が、左手の解説してるのに左手全く映ってないっていうね。それでちょっと、センターずれてるんですけど気にしないでください。気にしないでください。なんか今日ね、ブルータスがめちゃくちゃこっちにやってるけど、もうね、ダメだ。というわけで、はい、ハーモニクスなんですけど、そう、なんか質問があるんだよね。これもう一回言ってよ。そう。いや、メタルで、例えば、リフ弾いてるじゃん。うんうん、で、ドゥ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 、ブーってやるじゃん。うん、デン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 、ブー、これね。それの、なんか、明確なルールというか、弾き方というか、うん、法則。はい。これも、ね、2回目になるけど、明確なルールはありません。ただ、これには、倍音っていうのが関係してたり、うん、まあ、ハーモニクスのね、話で倍音っていうのが関係してたり、ハーモニクスポイントっていうのがあったりします。で、うん、我々、弦楽器やる人にとってこの倍音っていうのは結構大事な話になってくるんだけど、倍音成分とか言うじゃん。うん、ね、ピアノって実は打楽器プラス弦楽器なんだけど、生のピアノで生ピアノを弾いて、例えば C の音を実音を弾くと振動して弦が、でその振動につられてオクターブ上の C が鳴ると。これが確か第一倍音って言って、うん、で音響学だと次第二倍音だから第三倍音で出てくるのが G の音が鳴るんだよね、次は、うん、振動してて、同時にだから C を押したら第一倍音の C と次の倍音の G が鳴ってる。これをね、前に動画に出してるかもしれないけど、うん、ドミナントモーションが実は関係してて、まあ、5度ってことね。5度だね。5度っていうのは実は度の中に含まれてたってのを分かった人がいて、頭いい人だと思うんだけど、うん、そう。でも要は C の中に5度の G っていうのは含まれてる。まあ、多分、パワーコードとかも同じ原理だよね。そう、パワーコードも同じ原理。大体に含まれてる。大体に含まれてて、5度っていうのは絶対1度に帰結したがるっていうのがそこにも入ってるんだけど、うん、まあ、ここでね、ナチュラルハーモニクス、まあ、ハーモニクスっていろいろあるんだけど、例えば、ナチュラルハーモニクス普通に、ね、倍音を出す方法と、ピッキングハーモニクス、ね、このギターでやる方法と、タッチハーモニクス、こういう、やり方。主にこの3種類がギターでは存在してるんだけども、この中で、ナチュラルハーモニクスは、この実音で弾くと3弦の、ド、まあ、C の音になるわけなんだけど、この C の音のナチュラルハーモニクスは、この音で、G の音なってて、実はこれがその倍音っていうことで、この C の倍音に値する G がなってる。これがナチュラルハーモニクス。今度は、ピッキングハーモニクスなんだけど、ピッキングハーモニクスは、オクターブの音が鳴ってるだけなんだね。ピッキングハーモニクス。そう。で、これがさっき、最初に質問ね、言ってくれた、うん、どこの音とかで決めてるのっていう話になってくるんだけど、あんまり決めてない理由があって、うん、だいたいリフ上でやるじゃん、このピッキングハーモニクスって。B マイナーのリフ上とかでやるんだけど、その B マイナーのリフ上で弾いたピッキングハーモニクスは、その B マイナーのリフ上の倍音になってるだけだから、キーからは外れてないんだよ。オクターブだからね。オクターブだから、ただの、うん。オクターブを弾いてるってだけで、うん、だから、あんまり外れてないと。逆に。逆に。例えばなんだけど、G のね、この G のピッキングハーモニクスを出したとして、まあ、ポップスの曲でないと思うけど、ポップスの曲で、ね、やったとして、F シャープのメジャーのキーだったと。そしたら、2度になっちゃってて、っていうか半音上じゃん。単2度になっちゃってて、当然気持ち悪くなるよねっていう感じだから、うん、怒られちゃいますよっていう。ね、やる人はいないと思うんだけど。で、ヘビーメタルでは、結構、またその通常の理屈と違うところがあって、汚い音でもいい文化あるじゃん。まあ、特に
特にデスメタル系とかはあって、別にそのキーから外れててもかっこよければいいよみたいなところもあって、実際問題多分この、さっき最初にやってたデン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 プーやってる人って、あんまり気にしてないと思う。どこの位置でちゃんと音で入れるとか。だいたいこれが、次に話すピッキングハーモニクスポイントってのになってくるんだけど、ハーモニクスには実はなるポイントがあるんですよ。なるポイントがあって、まあ、例えばまたちょっと三弦で解説すると、僕ね、スクイール奏法っていうのが好きで、よくやるんだけど、こういうやつ。こういうやつ、よくね、聞く奏法なんだけど、うん、このスクイールっていう奏法をやるときに、このハーモニクスポイントの把握っていうのがすごく大事で、で、このハーモニクスっていうのが、例えば三弦で言うと三弦の5フレット。で、次三弦の4フレット。3弦の3フレット、うん、でちょっと3弦の2フレットというかちょっと手前ぐらい、ここにポイントがあって知っとくと、こんな感じ、ポールみたいな、あね、あの昔のね番組でやったポール、そうそうそうみたいな感じになる、顔もポールですね、だから顔もポールにするダメだ顔を入れると全然うまくない。すげえ、さすがポールは。でもちょっと似てた。本気はすごい。まあまあまあ、このハーモニクスポイントっていうね、ところがあって、まあ例えば他にも3弦だったら9フレット鳴るし、でも、ほら8フレット鳴らないんだよ、ね、うん、とか、7フレット鳴るとか。一応これにも法則性があって、そのピッキングハーモニクスポイントを知っとくと出せる位置があると。ただし、ちょっと今ね、僕がやってたスクイール奏法っていうのは、この、あの、フロイドローズタイプのギターじゃないとできないんですよ。まあ、まあ、できなくはないんだけど、普通のね、ストラトとかだと、アームアップ限界があって、止まっちゃうんだよ。音声式だと。このザグリがあって、アームアップできるギターじゃダメだと。なるほどね。で、まあ、やり方も2種類あって、例えばなんだけど、あの、僕がやってるのはこっちのナチュラルタイプの方。で、ダイエンバックがよくやってるね、こっちの方もあるんだよね。こっちの方。これはね、ダイエンバックダレルの結構ね、好きな人はよくやってるスクイール奏法なんだけど、2種類、まあ大きく分けてあって、まああの、このね、スクイール奏法の、解説動画って、ダイエンバックがやってる動画以外あんま見たことないから、ね、せっかくだから僕が解説しようかなと思います。だからみんなね、ぜひやってほしいんだけど、簡単ですよ、ほんと。スクイールポイントがあるんで、僕の場合は、例えば、まあ、どこでもいいんだけど、3弦の、例えば3フレットをこう、弾きますと。ビヨーンと。弾いたら、このアームバーを落とします。ダウン。ダウン始めます。そうすると音が落ちます。で、落ちたら、スクイールさせるポイントに持っていきます。今回のケースだと、例えば3弦の5フレット。で、タッチしたと同時ぐらいに上げ出す。これをちょっとゆっくりな動作でやってみるね。まず3弦の5フレットを弾きます。落とします。で、今みたいな感じで、タッチした瞬間ぐらいに上げていくっていうのをすると、スクイールになります。これもね、いろんなスクイールポイントあって、9フレットでもいいわけ。で、これが結構今度面白い奏法につながるんだけど、こういうこともできるんだよね。上手くなってくると。今なんと、半音でぶつけました。なんか気持ち悪いけどかっこいいでしょ。これね、マティアス・アイ・エイ・クルンドっていう、うん、元祖、フリークキッチンの元祖変態ギタリストがよくやってるやつなんだけど、やりそう。そう、あの人はね、半音進行とかでこういうの言ってきたりするんだけど、めちゃくちゃ気持ち悪いんだけど、スクイールで倍音出した上の半音を狙って弾くみたいなのをやるっていうのもできる。めちゃくちゃ気持ち悪いことができる。これやるとね、非常に面白かったりするんだけど。それが浮かぶのがすごいよね。浮かぶのがすごい。もう本当に耳もいいし、理論もすごいし、もう本当に元祖変態ギタリストの名に恥じない素晴らしい人なんでね、みんな見てほしいんだけど、こういう感じでスクイール奏法を勉強してたのって、僕やっぱりポール・ギルバートとか、そのマティアス・アイ・エイ・クルンドとかの影響が大きくて、それで学んでたから、なんか理屈っていうか理論を勉強して、このハーモニクスにたどり着いたんじゃなくて、フレーズ真似してたらできたって感じ。なるほどね。そう。結論でまとめるとそんな感じだね。まあその方がでかいよな。まあでかいよね、これね。身につくっていうか。身につく方ではでかいと。うん、そう。じゃあこれベースもね、一応ハーモニクスあるはあるよね。ベースもあるはある。まあセッティングによるんだけども、うん、ピッキングハーモニクス。お、あとなんだっけ、ナチュラルハーモニクス。ナチュラルハーモニクス。これ、
位置、まあ、場所一緒だよね。基本的に一緒。ね。キングハーモニー2。はい、かな。ね、うん。こういうのもあるね。まあ、確かに確かに。だあの、弦楽器共通してできる技なんだよね、うんうんうん。これね、一緒にやってみたりすると面白いし。そうだね。だギタリストさんもベーシストさんもできる技の一つ。うん、で、ロック系ある人だったら、やっぱ必須ポイントでやった方がいいんだけど、やっぱ難しいよね。これね。あの、特にピッキングハーモニクス、ベースは、こう言ってるのから、よ、こう、こう言ってるのからね、こうつねる動作っていうか、しなきゃいけないから、難しいね、ギターだと、メタルのリフができないんだよね。ギターだと、こっち細かく、うん、あの、ピックのめちゃくちゃもう深く持つんだよね、めちゃくちゃこんな感じ。この先端にめちゃくちゃ深く持って、この弦に当たった瞬間にこの親指のお肉を当てると。うん、でこれで弾くとできるんだけど、ちょっと難しいんだよね、これがね、やってみると、うん、出すの難しくて、これの練習方法はもうほんとひたすらねやるしかないんだけど、例えばどこでもいいんだけど、6弦の5フレットとか使って、うん、このね、まずこのちょっとなんかかすったぐらいの音を出せるようにしないといけない。まずこれが第一段階。できるようになってきたら、ちょっと鳴るようになってきたら揺らしてみる。これが日常化してくると、ね、揺れる場所っていうのが分かるようになってくるんだけど、まずこれを出すためにも、まあ、例えば10回に1回この音が出せるようにする。で、次5回から1回出せるようにする。で、最終的に100発100中でこの音が出るようにするってのをしていく。そう。かなり、だからこれ結構ね、難しいテクニックなんだよね。そう。最初の頃ってこれでね、結構脱落する人多い。うん。そう。ピッキング、早弾きできるようになったけど、ピッキングハーモニクス全然できませんみたいな人も多いし。なるほどね。そう。ただこれ、楽しい技術なんだよ、本当はできたら。うん。やり方さえ分かれば、なんて言ったらいいんだろう、楽しくなるってくるんだけど、僕もだからこれが弾けるよ、最初から弾けるわけじゃなかったから、うん、できるようになってきた時にある日突然できるようになったの、本当に感覚つかんで、なんかあるんだと思うんだよ、これ掴む感覚のコツが、うん、それ掴んだ時にうわ楽しいってなったから。そうだね。だってスリップノットのミックとかさ、こうやってんじゃない？すごいよね、よくってあるよね。どうやってんだろうね。あれは分かんない、全く分からない。人によってやり方も違うしね。そうで、やっぱ出せると気持ちいい場所なんだよね、これね。連続して出すとどうなるの？連続して、これだけで。ごまかした。ごまかした。出なかった。え、でもなんか、最初の、よかった。うん、そう。イントロ、まあ、使いどころ選ぶな、連続して。まあ、もちろんね、曲で使うときには使いどころ選ぶだろうけど、連続してやっても面白いかもしれないね。実はね、結構アルバムで、ユニゾンでやってるところあるんですよ。そう。実は、ね、実は、探してみてください。面白いポイントでね、やってるんで。で、かなりそういうところなの、ピーピーピーみたいな感じでやってるから。そう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 。探してみてください。あれ実はベースも鳴ってるみたいな。そう。もうユニゾンでやってるからね、面白い技術なんですよ。これぜひね、皆さんこの冬できるようにして、バンドメンバーを驚かせましょう。うん、もう A メロでプー、B メロでプー、C メロでプー、もう来週から来なくていいわって。ポップスで、ポップスでやってみて。ポップスでぜひね、やってみて。送ってください。そう。ポップスでやりました。やりました。もう無事晴れて、バンドメンバークリーンファーになりました。うわ。でも、ミックも言ってたじゃん。友達を作る。そう、そしたら我々の仲間ですよ。っていう感じで、ね、面白い技術なんで、ピッキングっていうか、ハーモニクス、ぜひ習得して、見て、やってみてください。はい、この動画が面白いなと思いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。マスキュラー。